おはようございます。ゆっこです。はい、カメラマンじゅんです。ラピスタゴルフリゾートに来ております。宮里美香プロに来ていただきました。おはようございます。ありがとうございます。オレンジが似合う。普段はクラブは何本使いますか？10本です。10本ですよね。今日はそれを半分以下のネットショッピングでご飯に絞って今日はラウンドしたいと思います。おお、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。145ヤード。45、私は7番のでいきます。はい。本来であればでも、6番で打つか7番で打つかって感じです。あ、じゃあ、ちょうどいい。ちょっと振らないといけないかなって感じです。うんうんうん。いいね、6目か。はい。めっちゃピン方向。うわー、近い。ありがとうございます。うまくいったね。うますぎます。人生で初めてホールインワンに遭遇するのかなと思って。弱いですよあれ全然。そうなんですか。全然短いです。でもめっちゃピン方向。あとすごい。はまるんですね。やば。ゆっこさんは何番？135ぐらいで、6番ユーティリティ。普段でも多分ここは6 U を選択します。なので、言い訳ができない。おお、あ、めっちゃピン行ってません？いいよ。おお、お、いいよ。めちゃくちゃいいよ。ありがとうございます。ありがとうございます。近い。え？素晴らしい。なんかこっちの方がいいスコアで回れる説。なんだろう、なんかリラックスしてるのかな。こう本出しみたいな。すごいじゃん。プロよりも内側につけてきてる。ちょっと柔らかいんですね。柔らかい。どっちだ。私はなんかスライスに見えますけど。上りのスライス。うん。キャッチです。ナイスパー。はい。ありがとうございます。今度こそ。教えてください。今度こそ。少しでも、へこましといた方がいいよ。あ？そう。へこましといた方がいい。よくはなしで。はい。ちょい、すら。いや、でもなんか曲がんなそうだけどね。うん。ナイスって言うなら、右サイド？うん。右サイド、左、はい。大丈夫？変な緊張感。気持ちが出ないようにしないと。素晴らしい。なんか全然5本で回ってる感じがないですね。お二人ともやばい。はい、なんかあれ？普通にゴルフできてますよ。すごいです。宝の持ち腐れかな。捨てたら。うるうる。あ、うろうろ。そうだね。ありがとうございます。嬉しい。無欲の。なんか欲がないからですね。なんか素晴らしいティーショットだった。ありがとうございます。狙おうみたいなのがなくなるんですかね。しれないですね。とりあえずなんか乗ればいいやとか、そういう感じなのかな。かもしれないね。そうかもしれないですね。揺れてるもんね。でもまあこの後やっぱりやっぱりちょっと今後さ並ばうと。なんていうの？例えばこの先やっぱここさ本当だったらさ7倍だったんだよなとかさ言ってるかもしんないけど、今のところは問題なく、確かに選んだクラブそのまま使えてますもんね。私もうまく使えてる。めっちゃいい、めっちゃいいです。楽しい試合でもないかなこういうの。いい。5本選手権ね、楽しいね。なんでも自分の好きなクラブを。あ、それ面白い。面白いと思いますよね。見てて。5本選手権。うん。ちょっとしばらくやる。ね。いいね。みんなやってもらいます。みんな。で距離をこうなんだろうコントロールするってあるんですか？ありますよ。マックスが何ヤードですか？でも私、あんまりフルショットで振ることあんまないんですよ。8割ぐらいで振ってるので。8割ぐらいで大体。まあでも240とか。じゃあそれを例えば220にドライバー抑えるとかもあるんですか？もうクラブ変えます？いや、抑える時もあります。へぇ。なんかもうドライバーで何ヤード飛ぶか私わかんないけど。なんか当たったら飛ぶし。あ、こっちだったら180とか、ひどい時多分170とかになっちゃって。結構ありますね。ありますね。そうか。なんかフェアウェイがなんか狭くなったりとか、もうここに落としたいって時は、軽く振ったりとか、ちょっと高く打ったりとか。で、風が強い時は低く打ったりとかもしますし。いろんな打ち方を。すごいよね。そう。今日何？どうしたの？高いボールの時。これはでもちょっと長めなので、ちょっと飛ばしたいですよ。13番421ヤードです。おー。ナイスショットです。ありがとうございます。ボール越えてた。ナイスです。ちょっと稼げたかな。うん。すごい。ボールの方向に。うん。てかなんかすごいなんかナイスショットしかない。はい。すごい。ベストはレディースだと76です。すごいね。あ、でも去年そうやっと出て、今年はまだ70出てないんですよね。そうなんですか。でもこの前80だったんですよね。ああ、惜しかったんだ。惜しかったの。今日出るんじゃないですか。いや、ちょ。結構出そうだね。だってバーディー取ってんだよ、もう。そうですね。ありがたき。頑張ります。ありがたき。5番ウッドで、リュッコ284ヤード。何なんだろう。でもなんか右怖いよな。まっすぐ行ったらいいな。うん。ナイスショー。まっすぐ行った。完璧。めちゃくちゃいいショット。ありがとうございます。まっすぐ行った。うん。いい。よし。なぜ14本という規則ができたか。はい。美香さんとても気になっていらっしゃるのでカンペが必要です。あ、マジ暗記せい昨日すごい調べてて、なんでかなと思って見つけちゃったんですよ。まあすぐ出てくるんですけどね、検索したら。まあ今普通は15本以上持ってラウンドしちゃいけないんですけど、1859年まで遡ると、その頃にまではなかったらしいんですよ、制限が。そう。何本でもいいんだ。そう。で、当時、全エアマの、ジラード選手っていうのが、55本。はえやばくない？ 2 つ持ってたのかな、ゴルフバッグ。55本のクラブを持って、試合に臨んだと。で、電動カードがない時代だったので、55本のクラブをキャディーが運ばなければならない。でクラブがあまりにも重すぎて、キャディの骨が折れてしまったっていうのと、疲労骨折でクラブ選ぶのに時間がかかりすぎたっていうのが理由で、まあ、ゴルフ界にルールの制定を申し入れたっていうことで、14本っていうのができたルール。めっちゃ面白くないですかこれ。めっちゃ面白い。でもそっからどうやって14本になったんですかね。ああ、理由ね。うん、なんかね、18ホールもなんで18ホールかとか、まあ、いろんな説ありますね。最初はでも12ホールだったっていう話を聞いたことあります。ヨーロッパハーフで、なんか18って数字は、まあこれはカットかもしれないけど、フリーメイソン説。へえ、そうなんですか。って聞きましたけどね。そうはなんだっけ、お酒飲みながら向こうの人ってゴルフするじゃないですか。そのウイスキーこんなカンカンみたいな。今度それが12ホールでうまく飲み切ったって話は聞いたことある。それ今度やります。でも先生逆にそれ私そのお酒も検証18ホールで飲み切るっていうのも聞きました。量も増えたんですかね。多分増えた。ボトルのサイズが。12から18に。いろんな説があるけど本当が分かんないです。検証する？それちょっと私は検証したいです。テキーラショットなのか。キャンディードロップみたいな昔あったじゃないですか、入れ物。あ、はいはい、カンカラの、はいはい。あれのなんかウイスキーが入ってる。あ、よく映画で見るやつね。こういう、そうそうそう、あれ最近さ飲んでラウンドしたみたい。へえ。18ホールウイスキーショット。いや、やばいやばいやばい。それはやばい。たら多分3U、私4U選択したので、はい、もう次アプローチ勝負します。はい、180ヤード、数的には170ぐらいしか飛ばないので、なるほど、はい、頑張ってちょっと飛ばしたいけど、うわー完璧。あー、ちょっと右行っちゃった。いや、お、乗りました。あ、でも乗った。乗っただけ。そうなんです。いや、すごすぎる。いやー、ちょっと左行きたかったな。142。届かない。わあ、16だったら届かない。でも5番ウッドで、なんとなく調整してみましょう。挑戦です。挑戦。左はちょっと嫌ですね。そうですね。ピンの右。ピン近く持って。ちょっと、優しい感じ。うん。あ、いいですよ。今ちょっと引っかかったけど。あー！いけ！おーっと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 。いってる。なんだ、すごい。曲がってる。ちょっとそれ落ちちゃいましたけど、オッケー。ナイス。まあ左に切れるとは思うけど。うん。次の影の内側には。はい。方向向きたいです。はい。もう次。3度で。はい。うまい。いいよ。ああ、パーセーブできるかも。できるこれ。マジベスト更新するじゃん。いやいや。フック。はい。重たい。重たい。うん。うん。あ、よかった。お前です。強すぎました。いやー、スリーパットきつい。ドマイボギー。いやー、アプローチしたかったな。そうですよね。乗らない方が良かったかもしれない。ちょっと気持ち的に。さあ、パー取りましょう。取りましょう。見ますね。ね、気持ちがやばい。どうした？ドキドキしてる。あー、これ悔しい。なんか気持ちですね。気持ちが、あ、今打つ前に深呼吸しとけばよかった。さっきのバーディーパットをね、打つ前に深呼吸したんですよ。あ、そうなんだ。はい、どんまい？何やってんの？今日のプレゼントクイズです。今日宮里プロは5本でスコアいくつで回るか、皆さん当ててください。当たった方には、まあ、6名様ね、6名様にサイン入りの帽子とサイン入りのグローブとサインとネーム入りのボール、ワンスリーブ、1、2、3、4名、合計6名様にプレゼントいたしますので、皆さん頑張って当ててください。はい、はい、応募方法は概要欄になります。はい、皆さん応募お待ちしてます。はい。はい、はい、13名。